ダンダンベルカ。皆さんこんにちは。オフシーズンもベルカ情報盛りだくさんでお届けするダンダンベルカ GM の磯部翔です。ブースターが自分たちで企画したイベントを潜入取材しました。ベルカがプレーオフで熊本との熱戦を繰り広げた佐世保市体育文化館です。コートの中にはバスケットを楽しむベルカのブースターの姿がありました。今日楽しく皆さんでバスケットしてもらって、まあですね、ベルカオフシーズンですけど、オフシーズンも皆さんハズイとちょっと滑ったんですけど。開催されたのはベルカブースターのバスケ会、略してベルバスです。試合会場や SNS で知り合ったベルカのファンがバスケットを通して交流するブースター主催のイベントです。今回で11回目となるベルバスにはおよそ30人のブースターが集まりました。ベルカが好きな人がどんどん増えていったらいいなっていうのをちょっと思って、最初自分が始めたんですけど、それに後から、はい、で佐世保でもやりたいなと思って、自分がちょっとお借りするというか、企画を真似してもらって佐世保でも始めたっていう形ですね。最初はもう本当一人とか、もう自分だけとか、もう誰も来ないとかで始まったんですけど、徐々にこうベルカがシーズンを進んでいくにつれて参加する人も増えて、今ではこんな大所帯な感じになってます。試合会場でお会いする人とか、なかなかゆっくり話すこともできたりしできなかったりするので、こういうところでこう仲良くなったりとか、こうベルカを通じてこう新しい出会いができるのかなっていうのを思いますね。小さな子供から大人まで、ベルカが好きなら誰でも参加できるのがベルバスのいいところ。チームを組んでの試合では皆さんハッスルしていました。中学までそれからは全然やってなかったんですけど、ちょっと中学の頃思い出しました。どうですか、こういうふうにベルカ好きが集まるイベント。なんか同じ趣味の人しかいない状況だから、やっぱ面白いですね。ベルバス楽しんでらっしゃいますか？楽しんでますよ。楽しんでます。どうですか、 体力的にはまだまだいけますか？無理です。5分のオールコートが無理です。経験者とか未経験者とか、ね、年代とか何にも関係なく、みんなでこうバスケットやろう、楽しもうっていうのが魅力ですね。ベルカっていう一つのキーワードでみんな集まった人たちなので、すごく気も合うし、初めての人ともこうすぐ打ち解けられるのがベルバスの魅力です。今シーズン、ベルカの試合を力強く後押しし続けたブースターたちは、ベルバスを通して交流し、結束を深めていたようでした。もし、バスケしたことないけどやってみたいとか、きっかけがないとかいう方、ぜひお待ちしております。で、詳細は、ハッシュタグベルバスで、Twitter で探していただければ、見つかると思いますので、ぜひ検索をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは来週もダンダンベルカ。